レバークーゼン、開挙。ブンデスリーガ最終節、レバークーゼン対アウグスブルクが18日にバイアレーナで行われ、2対1で勝利したレバークーゼンがブンデスリーガ史上初の無敗優勝を成し遂げた。リーグ戦無敗派驚異的すぎる。監督の力量でここまで突き抜けるのか、何がびっくりってバイエルンが無敗優勝をやっていなかったって方だわ。すべて勝ったら今シーズン無敗。あとはヨーロッパリーグとポカールの2試合か。バイエルン15連覇くらいしてるイメージだったけどこんなことあるんだな。バイエルン以外が優勝することあるのかってくらいの認識。ドル以降はずっとバイエルンが優勝していたはず。うちの近くの定食屋が優勝セールでレバークーゼンって定食やってたのこれでかー。